はい、こんにちは。夏場橋です、えー。クリスマスもね、えー、近づいてまいりましたけれども、えー、今回はあ、この時期にね、必ず流れるあの名曲、山下達郎さんのクリスマスイブ、えー、この曲に関わる、まあ、深い話というか、まあ、裏話というかね、えー、これをちょっとお話ししていきたいと思います。この曲 で、ええー、とある一つの曲がなければ生まれなかったというええー、そういうお話です。で、その曲っていうのが、オフコース、まあ小田和正さんが作ったあさよならっていう曲です。僕ら世代の方はさよならでもねすぐ伝わると思いますね。さよなら、さよなら、さよなら。あの曲に対抗して作られたのがクリスマスイブっていう、うんそういうお話です。で、このお話は、ね。 山下さんご本人がそうおっしゃっていることなので、まあ確実な話ですで。時系列で最初にお話ししておくと、さよならの方が早いんですよね。1979年にリリースされてますね。クリスマスイブの方が1983年、まあ、そこから4年経って。 で生まれてるということです。で、その当時っていうのはあのオフコースっていうのがもうとにかくとんでもない。あの売れ方をしてて、もう日本でもうトップのアーティストだったわけですよね。まあ、それを証拠に武道館でも10日間。 連続ライブみたいなうん、そういうこともやってるもう本当に伝説的な売れ方をしたグループだったわけなんですけどもオフコースの代表曲であるさよなら売れてるのを見て俺にもこれこんな曲も作れるぞっていうことでライバル心を剥き出して作ったのがあクリスマスイブだったというで、2つの曲っていうのはあやっぱ比べると結構ね共通点が多い曲なんですよね1つ目には、えー、どちらの曲も冬の曲ですまあ クリスマスイブは言わずもがなだし、さよならに関して言うと、えー、あれ最後に雪が降ってくるので、あこれは冬なんだなっていうのがあそこで分かります。2番目には、あまあ、どちらもまあ、別れの曲、うん寂しい曲であるということですね。クリスマスイブは曲的には明るい感じなんだけど、きっと君は来ないっていうずっと待ってんだけど、えー、その願いは叶わないっていうそういう曲ですし、まさよならはねそのまんま別れの曲ということでね、うんやっぱどっちもね質。 連ソングであるというところがあ、まあ、共通点で「さよなら」って、えーまあ、サビはすごく印象的なんだけどももしかするとねその曲ってどういう風にして終わるかってオフコースそこまでファンじゃないと知らないかもしれませんあの曲って「そのままの君だけ」って言ってから最後はですね「外は今日雨」 やがて雪になって。僕らの心の中に。 で終わわっていくわけなんです、えー、外にはあ雨が降っているでもその雨はやがて雪に雪になって僕らの元に降ってくるだろうな雨が降ってんだけどそれが雪に変わっていくなっていうのはねクリスマスイブの冒頭「雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう」うん、全くその <laughs> モチーフが一緒なわけなんですよね。 なんかね、それを知ってると僕もあの冬に。 雨が降っているとあこれもしかしたらね、えー、夜には雪になってるかなって思っちゃうんですよね「さよなら」のね、えー、そういう世界観だなとか、ね、やっぱりそこのうんすごく大事な、ね、描写っていうのがあもう丸々ぶつけてきてるうっていうのがあーまああと2つの曲の共通点というか、まあ、アーティスト性の共通点としてやっぱり2人ともねこうコーラスワークっていうのがとても印象的 小田さんのこのハイトンボイスでのーコーダスワークで山下さんご本人も特にそのクリスマスイブの感想部分での、まあ、16小説のねあの素晴らしいアカペラだけでのーコーダスパートやっぱりそういうところでやっぱね両者は何となくこう世間からもこう比べられることが多かった。 たんじゃないかなと思うんですよね。曲調もなんか都会的なおしゃれな感じっていうのとそのコーラスがどちらも素晴らしいということで、えー、こう安にこうライバル 的ななな存在になっててなんとなくこう犬猿の中みたいな感じで噂されることが多かったみたいですねまあ実際の気持ち自体はどうか分かんないなんでしょうかねそういうのって周りが言うだけで例えばトンネルズとダウンタウンが共演 NG だとか周りはなんかピリピリしてんだけど実際本人同士は別にそんなこと気にしてないよとかそういうことって結構あるんだけどまあこの2人に関してはうん まあ本当に仲が悪かったんじゃないかなってなんとなく、うん、そういう噂は聞いておりますまあこれはちょっとねあの妖団的な話にはなるんですけどあの「さよなら」って「さよならさよならさよなら」っていうふうにこう歌われますよねでもこれってね実は間違いなんですよねえー、これ本来は「さよならさよならさよなら」 こういう風にさよなら、さよなら、さよならを物議になるメロディーが本来です。あのさよなら、さよなら、さよなら、ああ、っていうのは、 バックコーラスの音なんですよねあの小田さん本人がピアノを1本で弾き語りしてこの曲を歌う時はあそういう風に歌われるまあ実際それが正しい歌い方ですからねでも「さよなら」を知ってる人はもうじっちゅう吐く「さよならさよならさよなら」って歌うと思いますカラオケで、うん、でもそこはね本来じゃないっていうのは、うん、ちょっと一個覚えておくといいと思いますやっぱそこがねコーラスワークの素晴らしさだと思いますしでさらにそのコーラス その話で言うとさっきもちょっと触れましたけれどもクリスマスイブでの2番が終わっての。 多度田さんご本人でのアカペラでのね。アカペラパートがあります。ちょっと前にですね。あのカンジャムっていう音楽番組がありまして。それで山下達郎さんのその特集があったときにね。あそこのそのコーラスパートって本当。プロの世界から見ても、ものすごいことをされてて。あそこってどうなってるんですかってね。確信についた質問をするんですけど。まあ、あの山下さんご本人。 はあのテレビにはお出にならないというそういうあの決まりがある方なので、えー、実際はその音声だけでの、えー、出演だったんですけれどもあのインタビュアーの方のが、ね「あそこね何声ぐらいあの重ねられてるんでしょうか?」っていう質問に対して考えながら「あそこはですね 五十声ぐらい重ねてますねっておっしゃるんですよね50個のまあトラックですねいろんな音があってそれが全部で50トラック分ぐらいを重ねてあるあれカウントすると16小節しかないんですよね16小節のために50トラックをですね全部自分でアカペラでつないでであそこのだけでもなんか10時間だかそれぐらい レコーディングされたっていう話しかもそれをその日のうちにね一日のうちに取りきらないと、えー、その声とかタイミングとかが合わないからもう一旦始まったらもう 終わるまでや、えー、めないっていうそういうねも,ものすごくストイックな感じでそこのパートを作られたっていう、えー、そういうお話が、まあ、番組の中でね語られたわけなんですけども僕が注目したのがも,うもちろんねその50トラックの,その重ねてあるっていうのももちろんすごいんだけどもこの曲がリリースされたからもう40年以上経ってるわけですよ。40年前のたった16小節をえっ、ー、どれぐらいだっけなってなんかその場で思い出して。 なんとなくこう音だけなんだけどなんかノートにこう何か「えっとえっと」つって何か書き出す音が聞こえるわけですよ。えー、とこうやって,こうやって、えー、あ50ぐらいで何、ね、かその場で答えるっていうのが覚えてんの40年前のことって。であれって何かそのやりとり聞いてた方はわかると思うんですけどもあの用意された答えじゃないんですよね。よくそこのパートどうなってんですかってよく聞かれてて「あそこはね」で50 トラックぐらい重ねてるんですよっていうのであれば、ね、答えはすぐ出ると思うんですけどえー、その時初めて聞かれてえー、どうだっけなってなんかやっぱその場で思い出してて計算してるわけですね。そこがねうんやっっぱすごいなって 思いました「さよなら」サヨナラもおまあねえクリスマスイブもどちらも本当に日本史に残る名曲ですけれども才能と才能がぶつかり合って名曲っていうのが生まれるのかなってうそういうお話でした。 で山下さんがねさよならに対抗してそのクリスマスイビュを作ったとっいうそのエピソードがどこで聞かれるかと言いますとですねこれがですね2001年に TBS で放送されたクリスマスの約束っていう番組がありますその中で語られてるんですよねクリスマスの約束って太、まあ、田さんファンならご存知かと思いますけれども12月25日に毎年ですね、まあ、いろんなアーティストが太田さんのもとに ね、一堂に会して、えーまあ、いろんな名曲をこう披露するっていう小田さん中心にしたそういう番組なわけなんですけれども一番最初の第1回目がですね結構あの伝説的な 会でです、ね、まあそのコンセプトっついうのは小田さんが好きなアーティストをねまあ小田さん自身がオファーかけて、えー、まあ出演者がね集まって「えー、スキマスイッチだ」「ユズだ」え「ー、ミスチルの桜井さんだ」とかねいろんな本当に名だたるアーティストが小田さんのもとに集まっていろいろ曲を披露するっていうねそういうのがコンセプトなんだけれども第一 回目っていうのが、えー、そのねゲストを、まあ、オファーかけたんだけれどもん結局一人も集まらなかった誰も来なかったって っていう伝説の回なんですよリアルタイムで見た方は知ってると思うんですけれども小田さん自身が直筆でね、あのー、出てくださいって手紙まで書いて、えー、いろんなアーティストに声かけたんだけど誰も集まらなかった、まあ、別にねそれは、ね、小田さんに,に,、ね、に,に人気がないとかそういうことじゃなくて <laughs> 後からミストリの桜井さんが言ってたのは、えー、んか番組に対してなんとなくこう疑いの目があったって TBS が小田さん自身に温度を取らせて視聴レスを稼にたいだけの番組なんじゃないのみたいな,なんかそういう、ね、裏的な事情があってなんとなくこうね1回目っていうのが人が集まらなかったっていう、えー、そういう回だったんですよ。で集まらなかったがゆえに、 1> 第1回目でねだ、確か10曲ぐらい披露したと思うんですけれども結局小田さん自身がいろんな曲をカバーしていったんですよね確か1回目はですねユーミンの飛行機雲とかザブームの中央線とかサザンの真夏の果実とか 1>, まあ、1回目か2回目かは分かんないけど確かそう,そういうラインナップで、えー、その中に山下達郎さんのクリスマスイブンも入ってたわけですよだから小田和正さんは山下さんにも直筆の,の手紙を書いてね「出演してくれませんか?」って出したんだけれども結局「うん出演できません」っていう。 返事だったんだけどもその返事自体があ手紙で、えー、山下さんのね、えー、手紙が届いてその番組の中でその手紙っていうのが読まれるわけなんですよ。でこれネットでですねあの公開されてるのでまあ見ても 欲しいんですけれどもちょっとねその部分での読み上げます前、えー、略小田勝正様ご丁寧な直筆のお手紙をいただきありがとうございましたっていう、えー、そういう、ね、だけどまあ出れませんみたいな流れがあってもともとこの曲はオフコースに触発されて作ったものです青山のアパートの1階がオフコースカンパニーで2階に私の所属事務所があった時代でした、えー、あの頃は私も30歳になったばかりのとんがった盛りでしたバンドで挫折した私にとってオフコースはとても重要なライブ バルで敵格好してで、が、まあ、バンドのコーダスならこっちは一人でとか、そういったしようもないことを若気のイりリアで色々と考えたものでした。えー、長い時を経て小田さんにこの曲を歌っていただける時代になったことは本当に感慨無量ですと山下さんご本人の言葉でそういうふうに綴られるわけですよね。うん。まあねその当時は本当にバチバチでライバル心テ持ってて、えー、まあ検の中だったかもしれませんけれどもそのね、だいぶと 時を経ててだかまりが解けて、えーまあ、共演こそね叶いませんでしたけれどもそういうやり取りがあったっていう、えー、とても温かい、えー、エピソードだなと思って僕もね、えー、すごく記憶に残っている次第ですだからなんかその曲が街で流れてきたね「あ知ってるこの曲ってねオフコースのさよなら長田がなかったら生まれなかったによってなんかちょっと話したくなるような、うん、そういう話じゃないかなと思います。はい、何か <laughs> うん話す機会があったらなんかね喋、えー、ってみてもいいのかもしれませんねというわけで、えー、今回はこれで終わりにしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました夏場氏でしたバイバイ